ゃアリーちゃん。お、アリー来た。ヤッホー。ヤッホー。ねやば。お疲れ様。なんかいい。あと2分だよね。あ、ほんまやな。いきなり強いな。ほんまやな。なんか、ありがいろいろなんか言うてましたけど、なんか、うん、姉貴とか、うん、なんか言うてましたけど。違う、姉貴って言ったの私じゃない。私じゃない。なんか変なやつおる。一人で私じゃない。いつもと違いすぎる。私じゃない。2じゃないやついる。私じゃない。どっちがどっちか。誰や、ダウト、ダウト。後の方。アリーちゃん来た。いきなり関西弁出すなよ。結局何事もなく入ってくる。前からいたかのように。うん、ただいまぐらいね、特別ゲスト。いつも通りすぎ。ただいま。普通のゲスト。3人面白。今日はアメトークじゃなくてスペース優先してくれて嬉しい。え、アメトークやってんの今。作ったからな。それはいかないか。それはいかないか。だってさ、この前私がさ、スペースしてんのにアリーちゃん、ダメだ、今アメトーク見なきゃあかんみたいな。LINE した。ココアよりアメトーク。ちょっと、ちょっと面白すぎてごめん。でも私も後から見たらめっちゃ面白かった。そうそう、おもろかった。めっちゃおもろかった。ツッコミがいる安心感。アリネキって。アネキ、アリネキ、アネキか。アリネキ、アネキのアリネキ。また新しい呼び方できる。アリネキよくない？よくないわ。アリネキやめっちゃいい。ほらめっちゃいいだって。ここはよくないわ。アリネキやん。なんかもう日に日に変わるやん、その呼び方。え、姉貴。え、でも、なんかアリーさ、うん、前より関西弁さ、また戻ってきた。そう、やっぱさ、会ってない期間が長いから。うんうん、あ、それで戻ってきたよね。そう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 。いいっすね、関西弁。関西弁ですよ。はい、いいです。ないで、他に。ずっとさ、うん、アリーちゃんと言ったら関西弁映るのかな。え、映る。アリーとさ、話してる。たまなんかさ、うん、関西弁とかなまったりする。いや、確かになるんだ。うん。エセ関西になるやろ。エセ関西になる。あと、真似したくなる。なるやろ。なんか違う。わかる。なんかさ、バカにしてんねん。うん、バカにしてんねん。その言い方。その言い方。なんかね、バカにしてるんですよね、私の関西弁も。かわいいよ。かわいいから、うん、あの、真似したくなっちゃう。そうだよ。アリー聞き戦で、2、ココアにいじられる配信のパッケージおもろい。いじられてんのか、今、私。うん。あ、やばい、9時過ぎちゃった。ココアさんの時間が来てしまったので。あれあれ、え、9時までだよね。そうです。で、アリーさん、このままいますか。あ、どっちでもいいですよ。どうします、どうします、え、じゃあ次は私が聞く戦に回ります。あ、オッケー。じゃあ、じゃあ30分だけやろう。オッケーオッケー。うん。で、一旦ココアさんはお時間が来てしまったので、ここで皆さんとさよならします。バイバイ。かわいい。軽い。最後の挨拶、軽い。バイバイ。ありがとうね、ココア。ありがとうございました。バイバイ。聞いてくださった方、うん、ありがとうございました。バイバイ、うん、最後は語尾上がったらありがとうございました。どういうキャラなの、かわいい。いいですね。またね、またまた後で LINE する。バイバイ。バイバイ。どうやって抜けんのこれ。ココア自分で抜けてくれるこれ、うん、あ、抜けた、ね、やば、おお、急遽すぎる。ココアとスペース。あ、アリーに入ります。あ、帰れるんや、これ。ね、帰れた。あ、ココアちゃんと聞いてくれてる。かわいい。あ、ほんまや、映ってきてもうた。今のその、言い方。違うの。もう一回、もう一回。正解ない。ほんまや、映ってきてもうた。もう誰が聞いてもおかしいやろそれ。何、本当は何、ちょっと待って、ほんまや、ほんまやな、ほんまや、ほんまや、うん
映ってきてもうた映ってきてもうたなえ、待って、何が違うの？ちょ、なんか違う、うん、映ってきてもうた。あー、なんか、なんやろな、なんか腹立つやばい、めっちゃおもろい。今日は何してたんですか？今日仕事行ってました。そうか。で、帰ってきて、急いで準備して、うん、スペース来た。お疲れ様。ありがとうございます。拍手します。散歩してきた。散歩っていうか、何散歩して？いや、まあ、散歩という名の、新幹線の支払いしに行った。だけ。コンビニに。なるほどね。それだけです。全然歩いてない。だから。うん、すぐそこやから。じゃあ、ちょっとだけ。うんうん。ほんと、ちょっとだけ外出たって感じ。そう。でもめっちゃ涼しい。今。え、涼しいよね。うん、めっちゃ涼しい。なんか、若干寒かったもん。うん、半袖。やっと長袖や。最高。ね、もうその季節。やば、兄ちゃんの関西弁マジ爆笑した。いや、おかしい、あれはもう関西人に言ったらもう終わり。うん、怒られ、怒られ。怒られる。言い方。怒られる。かわいいよ。かわいいね、ほんとに。うらやましい、その、ほんとに。うらやましいっていう気持ちはあるんや。うん。めちゃくちゃある。それで。うん、めちゃくちゃある。ノー。ノー。ダメ。また関西来たらあかん。また関西来たらあかん。うん、もう絶対関西来て喋ったらあかんから。うん、嘘。たまにやっちゃうんだけど、関西行った時さ、うん、ちょっと今から関西弁で話そうみたいな。うんうん、衛生関西やってるわ。もう多分周りの人に多分何この人って思われてる、うん、思われてる、うん、思われてる、うん、なんか楽しんでんな、なんか多分なんか鼻で笑われてると思う。つら鼻で笑われてんの、つら、うん、もうないな、変ないけどリアルな話すな。あー、もう、え、あさって？あれ？明日あさってか。うん。早いよ。あっという間だー。ね。なんか、あくびした。日月めっちゃ寒くない？うん。東京。え、そうなの？うん、どれ。あ、ほんとだ。月曜日なんて20度じゃん。そう、わかる。服がさ、服どうしようって思ってる。うん、何着てこうって思ってる。確かに。金曜も25。そう、金曜はそんな、そう、めっちゃ変わんのよね。5度。5度も変わる。もう長袖持ってった方が良さそう。うん、なんかでも20やったらさ、ちょっと羽織るやつもさ、うん。羽織り系持ってる。必要？な気がする。いきなり冬来る。もう秋なかったな。秋なんか3日ぐらいで終わった、ね、早いな。早いな。早いな。気になる。気になるって喋り方が違うの。めっちゃ合ってると思って話してるんだけど。全然違う。これは、うん、関西弁講座開かなあかんな。うん、あかんな、うん、お願い。お願いな。お願いな。お願いな。言わへん。言わへん。もうやめてくれ。笑ってまう。何がおもろいね。待って、笑ってまうって本当に使ってるんだ。なんて言うん、逆に。やばい。うちらのさ、うん、なんか、普通に電話してるみたいな会話をさ、皆さんに聞かせてしまって。でもまあこれが自然体ってことで。うん、確かに自然体、うん。こうしていつも笑っております。そうまあ電話したことないけど。ない、ないけど。おお、ないけど。
回違う違う、直接話してる時もこういう感じやん。うん、せやな。だよな。だよな。で逆にやっけ標準語講座してよ。うん。え、いいよ。なんか、なんかもおかしいんか。うん、なんかか。え、なんかは言うけど、うん、おかしいんかとかは言う。なんかおかしいよね。なんかおかしいよね。合ってるんよ。全然笑うことじゃないよ。なんかおかしいよね。うん、なんかおかしいよね。あ、兄ちゃんだんだん上手くなってきてるよ、その調子。いや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 、甘厳しい。甘いです。甘やかさないでください、皆さん。みんな甘やかしてくれるか。兄ちゃん絶対ニヤニヤしながら関西弁使ってるからおもろい。そうそうそう、もうニヤニヤしてるのが見えんのよね。この、うん、見えてる。スペースでも伝わってる、うん、嬉しそうにみんなめっちゃ笑ってんだけど嬉しそうになんか使ってんだろうなっていうのがわかる。あ、ほんと、うん、嬉しい。使いたいもん。使いたいもん。おかしいおかしいおかしい。どこですかそれ。ないない関西にそれ。うん、ない楽しそうで何よりだ。兄ちゃんの笑ってまう最強だった。7日、アリーが関西弁出したら罰ゲーム決定でだった。無理やん。一言目で終わるって。もうその時点で話せない。うんうん、会話なくなる。なくなる、うんはあ、今なんか笑い疲れちゃった。兄ちゃんより関西弁上手い人見たことないやでねえ待って、これ絶対間違ってるでしょ。ないでーな、ないや、誰ない、誰誰ないやでー、ないやでって言ってちゃダメですか。あいかちゃんです。関西できんです。できんだし。ウケる、デキンやばい。デキンされちゃった。あ、ここもりぽこさん、こんばんはって来てる。こんばんは。こんばんは。ないやでー。かわいい。ないやでー。ないやでー、もう一発でダウトなんで。あ、関東市。だね。なるから。そこでバレる。バレる。全然バレる。大阪生まれだから許してほしいやで。許してほしい。え、大阪生まれのアイカちゃん。これ相手のやつか。うん、相手のやつか。かわいい、でもなんとかやで。かわいい、確かに。アリニー大好きコンビだって。嬉しい。嬉しい。黒玉子優さんです。それに、それにありがとうございます。本当にありがとう。ありがとうございます。うれにーです。兄ちゃんの変な関西弁つぼる。やっぱ変なって言われちゃってるから変なんだ。変なんですよ。うん。なんですね。ごめんな。怖い怖い怖い。もう一回言って。ごめんな。どこなんす、どこの地方ですかそれ。な、私が知ってるあの限りではないです。その、あの、はい、ないですね。もうあれ間違えた。もう2独自の方言出来上がってますねこれ。お腹痛い本当に。アリーは何かスポーツやってましたか？私はバドミントンしてました。え、そうなんだよ。え？中学バドミントン部やった。え、そうなんだ。意外とでも頑張ってた。なんかめっちゃ周りの、うん、学校強くて。で、うん、結構弱いっていうか、なんか経験者が全然おらんくて、習ってる子が。周りはめっちゃ、うんうんうん、あの、多くて、普通になんか全国行ってるような、中学、うん、中学校ばっかで、そう、うん、でもなんか、大会で、そう、初心者、うん、ってか中学から始めた人だけの、大会みたいなのがあって、それで、うんうんうん、あの、団体で2位やった。え？そこね。すごいやん。十分。すごい。でも、あの、ほんまは3位やっていいけど、なんか、うん、あの、相手が棄権して繰り上がった。
そんなことあるんだ。そうそうそう、ラッキー、賞状もらった。まあでも2位になったってことで。そう、頑張ってましたよ。そうなんだ、うん、あのマネージャーのイメージしかなかったから。あ、そう、マネージャーはでも、もう高校はもうちょっと運動したくなかったからしんどいから、うん、マネージャーにもあったね。マネージャーしてました。見るのは好きなんでね。うんうんうん、似合う。でもバレーボールが好き。あ、いっぱい、うん、そうなの、うん、見るのかってこと。どっちもどっちも。私結構バレーはできない。でも何何想像して笑ってんの。想像つくよ。そう、キャイキャイ言ってさ、痛いとか言ってそう、うんうん、そう、無理、その通り、うん、そう、マジその通り、無理しか言ってない、多分。めっちゃ想像つくわ。本当にその通り、無理しか言ってないよ。声だけは一応乗り出すけど。そう、マジ、そう、マジでやる気だけはある。怖いとか言って言ってる、言ってるわ。もうめっちゃ想像つくもん、うん、やりたいな。それこそグループできたらさ、やりたくない、うん、なんかいろんなスポーツやりたい、できるやん。体育祭みたいな、そう、めっちゃやりたいわ。やりたい、やりたいね、絶対楽しい。わしたらバスケできひん、逆に。なんかアリーがめっちゃドリブルやったら。そうなんだけど、ドリブルも上手いって。ドリブルシュートが、あの、別にフォームが汚いだけじゃないねんで、ないねんけど、うん、なんか、そう、なんか嫌われる、うん、あのゴール、そうそう、ゴールに、どう頑張っても。それは多分ね、あの、単純に打ち方が悪いだけやんか。じゃあ、それやめって。なんか、話入ってこへんからやめて。ああ、負けて。どれぐらい？ありがとう、腕に可愛すぎて鼻咲いた。鼻咲いた。なんかさっきからちゃんとおもろいよな、うん、なんか骨骨、ね、なんだっけ、骨みたい。そう、骨みたい。普通に笑ったもん、聞きながら。骨みたい、やばい。やばいな。鼻咲いた。本当に笑っちゃった。鼻咲いたらしい。サイコロジンちゃん。ね。なんかロジンちゃんほんまにさ、あの、上司にしたいねん。うん、会社でさ、うん、一緒の働いてて、でロジンちゃんが先輩で、うん、あの、うん、なんか、いい先輩みたいな、直属の後輩になりたい、うんうんうん、ロジンちゃんの。でもなんかすごい面倒見そう。そう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 、うん、仕事できるし、めっちゃ面倒見いいみたいな、うん、イメージある、うん、面白いし。わかる。え、なんかさ、ロジンちゃんがさ、うん、ドキュメンタリー映像かなんかでさ、うん、変顔みたいなしてるところさ、うん、切り抜かって。あ、抜けた抜けた。なんか白、なんかあそこはさ、すごい、うん、めっちゃ笑っちゃった。なんか白目みたいにしなかった。そうそうそう、しれっとやっててさ、めっちゃ笑った。った、うん、めっちゃ面白い動画ですね、ですね、本当に。もう神社最高。アリーとニーは二人でアニーなの。トゥモロー、トゥモローって言ってる。もう変わってもうてるから。変わってもうてる。こっからがちょっと関西弁で話してみようか。全部想像つくやで、アリーの運動音痴具合が見れるの楽しみだ。いやいやいや、私ちょっとできますからね。マジで。え、ほんまにできる。無理無理無理、続けられへん会話。ほんまにできない。え、アリーほんまにできるん。いや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 、会話するの嫌。いや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 、うちも嫌や。え、うちこれ本気でやってるねんけど、やってんけど、やってんけど、そんな関西弁おかしい。静かにして。もういやいや、この人ほんまに。ほんまにおかしい。おかしい。もうやめてくれ。会話にならん。もう喋れ、もう。何の話だったっけ。ちゃん、うん、生配信の何の話。
何の話だっけ何の話か忘れてもうた何の話やっけ待って死ぬって来てる死ぬ死んでしまうからやめてくれ本当に死んでまう死んでまうやめてアリーが死んでまう死んでまうからほんまに息絶えるからやめてうん、欲しいな欲しくないってマジで楽しいなもうホテルの時もさちょっとがあるし何やだ何ホテルの時もなんかさ変ななんか歌作り出してさ今日も一日頑張ろうなじゃあ何ってなってるなんか関西弁で、なんか、あの、セリフか言うとき考えてて、胸キュンセリフか、うん、考えてて、あの時に、なんか今日も一日頑張るなっていう、なんかセリフを、あの、言ってて、練習で。そしたら、アリーがなんか変な歌、今日も一日頑張るな、なんかめっちゃ変な。なんか、音楽も乗せて、なんか、つけて。もうそれで。多分これ、ね、これ笑いすぎて皆さんに伝えたいと思う。ほんまになんかおもろいの多分、ここだけやねんけど。なんかそれが通りすぎて、もうなんか元の関西人がわからへんけど、ね、ずっとそれリピートされて、本番もちょっとリピートしても、今日も一日頑張らない。頑張るな。でもさ、アリめっちゃそれにツボってて、次の日もあのツボってんの。でも、あのアリめっちゃこれ気にしてて、なんか私に言わせてくるんですよ。今日も一日頑張るなのやつ、アリ何やったっけとか、歌ってみてみたいな。自分から求めに来てますから。あの伴奏がさ、うん。めっちゃノリノリの、なんか。かわいいやつ。うちらしかわからない。ごめんなさい。ほんまに。ちょっとつぶやったな、今。うん、楽しかったよね、ホテル。めっちゃ笑ってた。うん。めっちゃ笑ったよね。もう、お腹が、ほんまに。腹筋が痛かった。うん。うん。アリーだってめっちゃ、崩れ落ちてたもん。やめてくれ、つって。うん、やめてくれって。本当の発音わからんくなる。あー、おもろ。あー、しで。話で。アリーがゲラすぎて話通じないのおもろいわ。絶対結婚しような。あ、でさ、もう誰が送ったか、まあ、見えてないけど分かったもん。うん、分かった。ずし。ずしさ。正解。うん、正解です。結婚はしませんから。結婚しような。もう一回申し込められた？婚約を、もう、両手で数えれないぐらい。くらい申し込まれました、はい、幸せなことですね。毎回断ってるんですけどそれがあり、そうそれが私、それがあり。あ、ポコポポコモポコモリポコさん、今日出張で姫路来てる。関西だって。おー、祝関西。姫路祝関西。姫路って読むの？姫路です。姫路かと思った。姫路か。姫路です。姫路のイントネーションです。姫路でどこやっけ兵庫やっけ大阪やっけ。兵庫か。え、大阪なの？いや、兵庫かも。わからん、行かなすぎてわからん。姫路は兵庫県でした。あ、ですよね、兵庫でした。今日も一日頑張るなもう大丈夫、もう大丈夫。伴奏がなければ大丈夫。またやるわ、じゃあ。もうやめて。また今度やるな。やるな。もうそれまでできるわ。その2位の伊勢関西弁。やるな。できる、うん、やるな。頑張るな。頑張ろうな。兵庫のいっちゃん西だって。あ、遠いやつだ。兵庫の中でも遠いやつだ。なるほどね。うん、今日、ん関
西の方の修学旅行はどこですか？関西の、あ、確かに特に京都はね、私は沖縄に行きました。うん、中学は。ね、行ったよね。沖縄行って、うん、高校は台湾に行きました。うん、最高じゃん。そう。台湾マジでね、いいですよ。日本人に優しい。めっちゃ。台湾行きたい。美味しかった、ご飯。台北の方のご飯美味しい。けど、なんか繁華街みたいなところ、なんか、なんて言うんやろ、原宿みたいな、東京で言う。うん、あそこが、臭豆腐の匂いがすっごかった。一部。そうなの、嫌だ。もうめっちゃ臭い。どうして鼻つまんで通った。鼻つまんで通った。もう、東海でも、あ、やばい、もうすぐ臭豆腐ゾーンやってる。なんかわかる。ぐらいによってくる。そんなそすごいわ、あれ。美味しいのか知らんけど。ね、食べようとは思わない。そう、そう、すごかった。うん、でもタピオカとかめっちゃ美味しかった。あ、タピオカ飲みたい。なんか、高校みたいな行って、そこでもタピオカもらった。うん、え、高校で？お土産みたいな。すごいね。あと、なんだっけ、パイナップルケーキ？パイナップルケーキ。あ、パイナップルケーキ。食べた食べた。美味しい美味しい。うん、ね、美味しいよね、うん。みんなお土産で買ってたわ。パイナップルケーキ。うん、でも、台湾のお土産ってイメージ。うん、でも沖縄はもう一回行きたいな。やっぱ国内が好きやな、私は。国内旅行したい。沖縄行きたい。ね、行きたいわ。沖縄、福岡、北海道に行きたいです。私は、北海道行きたい。行きたいなぁ。マジで行きたい。2位の運転。うん。ちょっと乗らせてください、助手席。危ないけど、マジ、駐車10回以上するけど大丈夫そう。うるさいよ、しかも。もう想像つくもん。途中で諦めるかも。ちょっと舐めてるけど。もう無理、もう無理って。上出来だよねって言って。言ってそう。それからもうめっちゃはるか遠い、うん、誰も泊まってないところの駐車場、ね、だからさ1個とかさ空いててもさ、うん、それが止めにくいところやったらさ、うん、違うとこ行くやろ、うん、そうだよ近いとことか無理だよだからめっちゃ想像つくわ、うん、あそこでしょねえ本当にさすごいわこの短期間でよく私も、うん、もう完全にもう網羅したさあ、あそこ無理。次。違ったか行こう。って言って、じゃあ行けるやろって言ってる、正しい横で。本当にそう。マジでそうだよ、うん。マジでそう。もう想像ついてるわ。うん。うん、めっちゃおもろいな。助手席は、ね、助手席は助手席で飛ばすってうるさいから、私。え、そう。うるさいと思う。なんか、自分運転できんくせに。文句言ってくんのここ近いこっちに止めてるでしょとか言って絶対行けるやろ今止めれるやろ自分できひんのに最低最低まあこっちもできない多分誰か運転できる人連れてった方がいいそんなになでも私運転うまそうって言われるんうん、確かに。片手でそう。片手ハンドルしてそう、うん。片手運転してそう。言われる、うん。してそう。じゃあもう。いっちゃん立ち悪いって言われてるよ。ね、何横で差し出するやつ。うん、そう。差し出すの。運転できないのに。確かに、確かに、腹立つな。うん。できるやったらまだしも、ね、まあいいです。うん。しかも私、マップ読めへんから。何もできそれはダメそれ助手席失格です。うん、失格やで。前もなんか友達で、うん、まあ、マップ係やって、うん。させられて、うん、できないって言ってんのに、させられて。で、うん、なんか曲がるところを、めっちゃ直前になんか言って、うん、何十メートル手前で言って。うんうん、あ、今の右って言って、そう言ってから。ねえ、それ反応できないやつ。怒られた。私は怒るってかじゃなくて、うん、反応できない、多分。単純に。
あーもう無理になる怖いわもう取りすぎちゃったってマジで。え、でも東京とかはもう走れへんのか、都会のところは。え、それは無理、本当に無理田舎道しか田舎道しか無理大阪とかめっちゃすごいからな。うん、あの、え、無理だよ、車線がめちゃくちゃ多い。あ、それ無理、本当に3車線で限界マジであれ何車線あるんやろな、 4ぐらいあるんじゃない。え、なんか横浜とかさ、うん、5車線くらいある。あ、そうなんや、すごいな、みんなよく運転しろと思うもん、ね、なんか、うん、そうすごいなと思ってね、安心してる。アリーサングラスかけてスタバ片手に音楽ガンガンで信号無視しそうどんなイメージ散々だよ、散々言われてるけど、まあ、途中、まあまあサングラスかけてスタバまでならいいけど信号無視はあかん、うん、しかも音楽ガンガンってさ、あのめっちゃ重低音めっちゃなんかうるさいやつよし、私逆にそれ横通ったらめっちゃ何やこの車ってなるタイプやから、すいません、そんなようなことは信号無視すると思われてるの私そんなことないよね、うん、私めちゃくちゃそういうとこ真面目だから、ルールは守るでしょ、うんうん、ちゃんとなんか、いやそこ横断歩道いるみたいなところでも止まりますよ私、うん、おー、うん、偉い、歩行者優先する、うん、するおー、歩行者でも止まるし、ちゃんと。え、どういうこと。なんか歩行者でなんかたまにあるやん、うん、なんかすっごい短いその道と道の間にさ、めっちゃ短い横断歩道あったりするやん、うんうんうん、でも行けるやん、うん、みたいな時あるやんうん、そこも止まりますか、私ちゃんと止まる、ちゃんと止まる、うん、あ、偉い、誰か見てると思ってパラです、止まるから、うん、うん、偉い、偉いですよ。まあとりあえず免許は持ってないってことで。免許は持ってないですね免許は持ってない。アリ煽られたら煽り返しそうだから絶対運転しちゃダメだよだって言って、私そんなことないですって、私優しい人間ですよ本当にそんなあの気強くないですから強い人間だと思われてるよ、強い人間だと思われてる、私メンタル弱いから本当に。そんな、あ、でもキーさんが、うん、アリーちゃんは横断歩道は手を挙げて渡ってそう、優しい、大好きです本当に手を挙げて渡ってそう、手を挙げないけどねさすがにさすがにあげないけどね、まだほんわかしたイメージで、よかったよかった、そのぐらいで言ってほしいわ、うん、本当にお願いします、うん、手あげて渡ってそう、めっちゃおもろい、かわいくない、この年で手あげてさ渡ってたらかわいいよ、でも絶対譲ってくれそうやんな、手あげたらうんうん、でちょっと笑顔でさニコニコしながらさ渡りますって、うん、そう渡りますって、かわいすぎやろ譲るしかないわそれは、うん、確かにココアはちょっとワンちゃんやってそうやな、えやつさ当たりますちょっとバカ当たりますって言ってそう、ココアです、当たります当たりますおもろい、かわいいわせやな、ちゃんと泊まりはるわ、泊まりはるわね、泊まりはるわ、泊まりはるわ、泊まりはるわ、もうなんかコテコテゴテゴテコテコテの関西弁やの、泊まりはるわ、泊まらはるかな、泊まらはる、泊まらはるわ、マジでなんか私何々しはるが、うんうん、敬語やと思ってた、ずっとで、高校ぐらいまで思ってた、え、な、だ、例文何、例文、え、何々だから敬語、何々されるとかを私たちは あのなんか目上の人に対して何々しはるとか、じゃあ教えてくれはるとか、あ、そう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 、それで言ったら失礼、教えてくれはるからって、それで言ったら失礼って言われた、失礼らしいって習った、うん、国語の授業でよかった、ちゃんと勉強してない、うん、そうそうそう、これ関西弁なんやと、失礼に当たるんやと思って、そういうのあるんだね、全然なんか、楽しい、関西の授業受けてみたら関西の授業、うん、と全然なんか敬意を持って言ってたんやけど、うん、失礼に当たるらしい、方言なのでって、これはダメですよっ て、 教えてもらったの、教えてもらった教えてもらいました
懐かしいな。国語って響き懐かしいわ。懐かしい、ね、マジ懐かしい。一回何が得意だった？私は、まあ全体的に苦手ですけど、まあ国語かな。あ、漢字漢字。あの漢字だけはめちゃくちゃ得意だと思う。漢字は好きです。すごい。でもさっきはがどるだった、ね。はかるね、はかる。はかる、合ってた、合ってた。はかるだった、うん、合ってました。漢字は好きです。なんか読めへん漢字とかあったら毎回調べてる。なんか調べちゃう。どうやって調べるの逆に。このコピー、なんかスマホとか出てきたら、こうそうコピーして、うん。なんか検索しめつも。ちゃんと勉強してるやん。そう。なんか、言葉遣いとか難しいやん。なんかあの、例えばなんか、意味分かっとかんとちょっとさ、みたいな。うん、分からんと使うときとかあるやん、たまに。ちょっとなんか、うんうんうん、なんていうの、ことわざじゃないけどさ、なんていうけ、うん、ああいうの、そういう、あるやん、いないの、四字熟語とか。うん。そういうの、なんか使う前に、ちゃんと調べて、調べるんだ。いつも。すごい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 。何得意やった、逆に。数学。それちょっと意外かも。でも文系行った。あ、そうなの？でも文系行った。そう。理科、何物理と生物とかはできない。あ、でも数学なんよ。のと、うん、みんな友達文系だったから、クラス離れちゃうから。あるあるやね。あるあるですね。そう。確かに、理数あんまいないの。そう、意外といない。意外やわ、数学なんよ。そう、めっちゃ得意でした。意外やろ。え、なんていうのこういう時って意外でしょみたいな。意外やろ、うん。意外やろ、意外やろ、意外やろ。なんかちゃうんだよな。なんか違うよな、うん、なんかちゃうねんな。多分もう多分一生無理だわ、多分に、うん、あの関西弁取得するの。もう関西弁話したいんやけど。あ、でも今のちょっとナチュラルやった。、うん、ナチュラル、よしよし。勉強してるから、君。アリのこと聞いて、アリの言葉聞いて。いや、染めていくわ、関西に。アリさんの言葉聞いてはって。聞いた。ダメだ。全言撤回。やめよ。やめよ。やめた。あ、関西の何がすごいって、東京から転勤して大阪行ったら、うん、関西弁なんですねって言われた。おお。関西、過去特に京都の人、アリーは日本の中心は関西ですよ感があるだって。え、違うんですか？逆に日本の中心は関西だと思ってますけど。思ってるんかい、はい、関西最高です。で、本当に、でもだって普通にさ、まあ、うん、日本地図で見るとさ、中心って関西やん。ああ、確かに、うん。なんか逆になんで関西は、あの、首都じゃないやろって思ってる、いつも。普通になんか、中心じゃない。ねえ、なんかさ、いろんなもののさ、疑問持ってたよ。え、そうそうそう。なんで日本、人間って生まれたんだろうとかさ、なんで地球が回ってるんだろうとか考えるみたい。あるあるある。死んだらどうなんだろうとかめっちゃ考える。意外と考えてるらしいです。考えてます。私何も考えてないように見えるかもしれないけど。私は、いや、そんなことはない。本当ですか？うん、本当ですよ。いつも考えてますよ。何々しはった、何々しはるんですねとかよく言いますよね、だって、うん、でも確かに何々しはるんですよねとか言ってんの聞いたことあるわ。京都、大阪あんま言わないのかな。まあ、言うか。あ、京都と大阪でまた違うんだね。うん。大阪の方が、関西弁は、濃い。濃いっていうか、きつい。きついって言い方もあれか。関西弁って感じ？うんうんうん。結構。めっちゃ思うもん。なんか大阪の友達と遊ぶときは、
あ、めっちゃ関西弁やなと思う。へー。ありですら思う。思う思う。だからほんまに、あの、土日ずっと東京に行ってさ、で、その、あ、かき氷行った日や、かき氷行った日に、その大阪の友達と遊んで、うんうん、もうその子がめっちゃ関西弁、こてこてやから、うん、うわぁ、うん、これこれこれってなった。あそうそう、うん。それで戻った。リセットされた。私の関西弁が。楽しみだわ、次あの。染めていこう。周りを、関西弁に。うん、よろしく。うちも7日関西弁話してるかも。ほんまに、あの、口聞かへんくなる。だやだ、やめる。おもろ。だやだ。いいな、いろいろ、なんかグループなってからいろんな企画したいよな。関西弁講座。関西弁講座もしたいし。やってほしい。関西弁講座やりたいもん、ほんとに。学力テストとかもしたいな。うわぁ、おもろそう。私も嫌やけど。ね、でもさ、もう今の学生の子の方が確実にしようよ。確かに、私も、もう忘れてるもん。数学なんか何も覚えてないもん。マジで。覚えてないよ。うん。全く覚えてない。覚えてない。前なんかもう、あの、きなこちゃんのさ、うん。あの、あ、そう、ね、テキストみたいになったやん。うん。もう、うん、うん、私も、何やこれ。うんってなった。得意なはずだけど。確かに。あれ見たことあるけど、もう何がなんだか分からなかった。うん、すべて懐かしいで終わった、うん、すごかった、本当に。東京都問題、もともとは京都が首都やで。東京都？ああ、東京、ああ、そういうこと？東京都ってこと？そういうこと？どういうこと？京都が都、都だったってこと？うん、あ、そういうこと？そういうことか。けど、東京に変わったんやっけ、わかんないけど。え、なのかな、わかんない。日本史弱すぎ。弱すぎ。あ、マジ日本史できなかった。日本史は必要なの。え、でも、うん、世界史の方が苦手やった。え、カタカナが覚えられる。あー。私めっちゃ変な覚え方してた。語呂合わせみたいな。え、なんか、え、そう、語呂合わせ、歌とか作って、それこそ。あったな、懐かしい。とか、なんか、英語の単語とかもさ、うん、歌作ってたもん。懐かしい。うん。え、なんか何、シスタンとか作ってやってた？システムとかあったよな。システム単語帳。え、何システムって。システム単語帳。システムって言うの？え、そう。え、あの、めくるやつ？ね、だいたいめくるな、ほんま。え、あの、なんかちっちゃい紙みたいなのに書いて。うん、え、違う違う違う。それは普通のあれやろ？あの、ものやろ、それは。何システム？システム単語帳っていう、あの、うん、その本っていう名前。え、何それ、え、あれが一番有名じゃないですか、シスタン。なんか、単語、あ、普通の英語の単語帳みたいな、覚えるやつ。受験勉強とかで。え、使ったことない、これ。え、そう。前誰か持ってたけどな。なんなら初めて見た。めっちゃ有名やと思ってた。なんかあの青いやつ。水色みたいなやつ。うん。へぇ、シスタン懐かしすぎる、だって。システム単語本ってきてる。そう。嘘、私だけ知らなかったの。シスタンと、なんかね、ターゲットみたいな。やつがなんか、二大巨頭みたいな。英単語帳二大巨頭みたいな。やつやった。ずっとシスタン見てた。私なんだっけ、ネクストなんとかみたいなやつ。あー、なんか見たことある。ネクステ、ネクステめっちゃ聞いたことあるわ。ネクストステージみたいなやつ。はい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 、はい、あー、これね、ネクステって言ってた。あったわ、このオレンジのやつね。ネクステ使ってたわ。そう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 、オレンジのやつ。懐かしい。やっぱ違うよな、それぞれね。
ネクステも使ってたって言った。おお。いろいろみんな使うよね。ね。本はだいたいめくるなーのツッコミ最高だ。めくるやつ。あ、本じゃないと思ってたもんな。あの、あれね、リングで輪っかで繋がったやつよね。そう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 。あれ、シスタンって言うんだ。地域で。そう。京都ではそうやって言うんだなって。懐かしいわ。もうすごい、みんなから来てる、めちゃ。ネクステ使ってた。ネクストステージ懐かしすぎる。あ、ホラーじゃないわ。ネクステか。うん。ニューホライゾン。あ、ニューホライゾンも来たことあるわ。え、なぁ。何それ調べよ。ニューホライゾン。知らない。でもこれ、私もでもこれは聞いたことあるけど、全然使ってなかったな。やっぱ時代もあるやろな、きっと。年代で。そうね。うん。懐かしい。なんかこういう単なんか本。ああ、懐かしい。大学もあったな。そんな。懐かしいわ。なのまに気づかない。あ、懐かしい。今、高校の教科書って調べてみてるけど、めっちゃ懐かしいわ。あ、でも同い年やから、使ってるやつは、うん、結構一緒なんじゃない？一緒かな、うん、懐かしすぎる。二大巨頭アリーと2位みたいなって言ってくれてる。アリーと2位シスタンとネクステターゲット1900は？あ、そうそう、ターゲット、ターゲット、あのなんか犬の絵描いてるやつ。あれとシスタンが二大巨頭だと思ってたでしょ。ターゲット1900、すぐ出てきた。知らない、何これ。そう、めっちゃ犬やん。そう、めっちゃ犬やね。時代って言わないでってやっぱあるやん、バレるやんって、そういうのって。でもだからうちらの代とさ、高校生、今の高校生、うん、オーディション受けてるさ、そこも結構ある、うん、なんかあれたまにあるよな。あるある。ジェネレーション、ジェネレーションギャップやな、みたいな時ある。うん、これ知らんねや、みたいな。あったわ。はい、わかる。なんかまあ最近なんか平成にさ、流行ったやつみたいな、なんか見てさ、うん、SNS で。めっちゃ懐かしかったもん。ね、私も見るよく。そう。なんか2000年生まれの子は全員知るみたいな。そう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 。なんかオープニングとかな、アニメの。で、そうそうそう、流れてくる。だから使ってたさ、うん、文房具。うん。あれもまず時代あるよな。だって今の子は絶対使わないようなさ、うん、やつとかあったもんな。うん。懐かしい。何が流行ってんだろうね、今。ね、何が流行ってんだろうね。ね。たまごっちやってた？やってました。たまごっち通ってないの？一回も持ったことない、たまごっち。あ、持ったことないというか、あの、手にしたことあるけど。買って自分で使ったことはない。ねえ。私に、2個くらい首に刺す。かわいい。ちゃんと育てんの？ちゃんと育ててた？死んじゃったり泣いてた。死んじゃったりすると泣いてた。うん、かわいい。ちゃんと大事に育ててたから。懐かしいな。まあでもやっぱラブ&ベリーじゃない？ラブ&ベリーね。ラブ&ベリーもな、うん、言うてな。やってなかったかも。確か周りの子は見ないやつだけど、で大好きだったわ。アリーちゃん虫キングですからね。そう、虫キングやってた。え、虫キング派なの？いや、お兄ちゃんがいるから、うん、なんか私もいるけど、そういうなんかあの
ポケモンとか、ポケモンめっちゃ好きやった。ポケモンと、うん。なんかマリオ系とか、デュエルマスターズとか、わかる？ベイブレードとか。ベイブレードとか、そうそうそう言ってた。でもお兄ちゃんもさ、なんか、同じ感じそう、私も。うん。けど私は逆にお兄ちゃんにもラブベリーやらせた。うん、お兄ちゃん何歳？お兄ちゃんは5個上。一緒。一緒5個上。え、怖っ。怖っ。同じやん、もう。同じやん。怖っ。そうそう。デュエマやってたの、ベイブレード一緒やってたやん。そう、やってた。し、スマブラずっとやってた。一緒やってた。Wii でね、Wii。Wii で一緒やってました。懐かしい、やりたいな。ね、ゲームしたい。みんなでゲームも楽しそう。やりたいな。ゲームね、勝てる自信あるわ。嘘、私めっちゃ下手だよ、ゲーム。嘘。うん、下手そうでしょ。下手なんだよね。なんか、うん、声だけはでかい。声だけなんか、声で妨害そう。みんなのことね。それで紛らわす。やってそうやわ。なんか、よくわかってるじゃん。なんか、スマブラとかやってても、なんか、うん、同じ技使ってと一緒。なんか、遠くから。多分うざいよ。ずっと同じことして。同じことって。めっちゃ想像つくもん。よくわかってるね。うん、待って、雑誌坂さんがさ、めっちゃ懐かしい。懐かしいといえばこれってプロフィール帳とさ、缶の筆箱。懐かしい。懐かしい。プロフィール帳なんかもう、なんかいや、めちゃくちゃめっちゃ持ってたわ。た何回も同じ人に何回も書いてもらってた。内容何も変わらへんのに。自分でも書いてたし。書いてた。うん。懐かしい。変わんないのよ。書いといてなとか言って、なんか机の中入れて、やってたわ、なんか。懐かしい。待って、ルスさんがさ、うん、兄ちゃん何やってんのかわかんないまま負けてた。あれあれ今、あ、死んでたみたいな。そうやってそう。待って、もう終わったみたいな。言って気づいてなさそうなの、確かに。私が逆に私が先に気づいて、あんたもう終わってるから。うん。うん、言ってる、多分言ってる。うん、もう終わってる、終わってる。に終わってるよって。めっちゃ想像つくわ。ね、私も今想像ついちゃった。うん、ついたわ。うん、面白い。いや、懐かしいな、このプロフィール帳。ねえ、懐かしい。よく書いてた。書いてたわ。うん。これなんか、携帯メールとか、ないからね、この時は。うん、持ってないから。うん、ない。うん。持ってないとか書いたり。なんか、無駄に文字書きたい。そう、電話番号とかもなんか変なさ、なんか数字書いてさ。うん、わ、うん、かるわかる。ハートで書いたりしてた。そうそう。懐かしいな。もうなんかプリクラとかも最近撮っててさ、うん、やっぱもう、なんか何やろう、背景とかもさ、なんかもうカラフルでなんぼみたいなとこあったやん、私らは。うんうんうん。スタンプしてなんぼ。そうとか、なんかデコレーションして、なんかもうペン、とりあえず落書き したもん勝ちみたいな。うんうん。あったけど、もうさ、一切ないやん、今のプリクラって。一切ないしさ、うん、背景も全部白やねもうデフォルトが。うんうん。決まってるよね。めっちゃ、なんか変わったな、時代って思う。うん、ね、わかる。それはもう。なんかほんまに、なんか最近さ、昔のプリクラ見返す、うん、ことがあってさ、なんか懐かしいなと思って。うん、でも全然なんか意味わからんさ、落書きとかあるやん、たまに。うん、なんか。ある。映画来たとかさ、なんか書いてたやん、わざわざ昔は。今そんな書かへんのにさ、映画来たとか、うん、なんか、多分その日なんか浴衣を探しに行った時があって、その時になんかプリクラ撮ってて、うん、浴衣探しって書いてた。落書き。いけんだけど、書かなくていいんよ、その予定。あんならいいで、浴衣探し。書かなくていいだろ、それ。
でも確かになんかそういう予定って書きたくなるよね。そう、めっちゃ書いてた。今から、今からそ。そう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 。じゃなんかおもろいなと思って。スタンプとかも全然ないしな、今。なんか文字のスタンプとか全くないもんな、今。ないね。なんか季節によってさ、あったりしたやん。うんうん、そういうのもなんか全くなくなったから。そうだね。うん、ない。もうなぁ。落書き、してるもん。ねえ、まっちゃんの見て。これやってたって。待って待って、どれどれ。どれや、わし待って、どれ、何さん、ずしさん。これやー、あ、これか。え、これ知らん、知らん、知らん。え、知ってるこれ。え、違う、なんかさ、プリの絵本。え、プリ？アリだって、チャリできたって書いてる。なんかガッツポーズしてる。あ、これ。やってないわ。どんなさ、どんな人生歩んでると思ってるの。こんなやんじゃないですよ、私、本当に。本当に。こんな人生歩んでません、私は。この、ずしさんの懐かしいといえば魔法のアイランドだよね、うん、のやつもさ、初めて見た。初めて見た、これ。やっぱ、まだガラケーはな、使ってたけど、ほんまにちょっとの期間っていうか、うん、なんかメール用みたいな。で、親が持たせるみたいな。とか、写真用とか。しかなかったね。ね、待って、プリクラの落書き、ずっとも、心の友で親友、神の友で親友。やってた、やってた、やってた。めちゃくちゃやってた。いろんな親友がいたもん。本当に。うん、何が違うんか分かってないけど。分かんない。でもなんか自分なりにさ、ちょっと ランク、なんかランクっていうかさ、うん、なんか強い、うん、どんだけ強い、この絆で結ばれてるかみたいな、うんうんうん、あったくない。それでも、書くの違うんだよね。そうそうそう誰も伝わないけど。うん、めっちゃおもろい。プリクラはハートで口隠せばいいと思ってたよね。そう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 。ねえ、確かに目とかさ、そうそう、口とかさ、あとぐちゃぐちゃってペンでやったりさ。何のためにプリクラ撮ってんねんっていう感じの。そう。やってたわ。顔をさ、うん、線で削ったりとか。やってた、やってた。とか、なんか鼻のところになんかピピってやってたとか、シャーって。なんなんだ、あれ、ほんまに。あれ、やってる人もらうもんな、今。いない。懐かしい。うわ、懐かしいわ。時代を感じて泣いてるって。いや、ほんと。あれはないね。前も魔法のアイランドみたいな。ない。あれ見たことないわ。うん。うん、でも、恋空って、懐かしい。恋空はわかるで、でも。映画でしょ、恋空。映画。あの、魔法のアイランドの下にさ、あ、こういったらね、うん、あ、わかる、さかめっちゃ一回くらいか、そう、こういう空はわかりますよ、こういう空で、こういう空確かにガラケーだったね、あの映画の、あ、確かに確かに、懐かしいな、ああいうなんか、ああいう映画またなんか見たいな、現代で、うん、見たい、ね、なんか映画鑑賞会もしたいな。多分うるさいよ、でも。なんかホラー映画見たくない、一緒に。見たくない、やだやだ。無理って言ったじゃん、みんな。あ、無理やけど、ちょっと見たくなる。人と一緒やったら見たくなる。多分、ちょっと目つぶってる。なんか前、あの高校の時に初めてさ、私も、マジでホラー映画マジで無理な人やから、ってんけど、うん、あもうなんか、ちょっと、映画館でホラーない、あ、ホラーじゃない、ホラー映画見に行こうやってなった友達と、二人で見に行って、うん、で、なんか、あの、なんか音が出したら、なんか化け物が襲ってくるみたいな映画やって。わかる？うん。知ってるかな？音を出し、え、知らない。なんか音を出しちゃったら、こうなんか得体の知れない化け物が、うん、襲ってくるみたいな。ホラー映画やって、うん、なんかもう会場も、うん、あ、会場って映画館もさ、シーンってなってて、そうで、うん、声出したらあかん状況なんや、うん、けどもう二人だけさ、うん、声がさ、うん、ヒーとかさ、うん、
でもそういう方ってさ、絶対映画館に一人はいるよね。もう多分私があの設定でいたら多分30回ぐらい死んでる。いけんねんけど。音出ても死んでる。音出て死んでる。30回ぐらい死んだ、あれ多分。本当に見たい。でも映画館ほんまになんかデビュールめっちゃ。空気感が怖い、また。静かに、うん、そう、めっちゃシーンって。静か、隣に座ってたらどうしようとか思っちゃう。そうそうそう、シーンってするからさ。足元とかめっちゃ気にしちゃう。うん。で、下から手出てくるかなとか。あの、日本の映画は何がてんねんな、ホラー映画。あの、海外のは生きるけど、日本はちょっとなんか、実生活に出てきそうやから、うん、思い出しちゃいそうやから、ちょっと見れへんな。クワイエットプレイスって言ってる。あ、そう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 。あーあー知ってるわ。クワイエットプレイスあって。なんかこの音だったらそこに文字が結構怖い。そうそうそう。いやだ、この後お風呂入るんだけど、怖いんだけど、なんか。これの続編もあって、続編っていうかなんか同じような、なんかドントブリーズっていう。あ、待って、知ってる？あの、強盗、二人、主人公が強盗で、あの、うん、なんか全盲の老人の、あの、家に強盗入ったけど、逆になんかピンチになるみたいなやつ。うんうん。あれもな、めっちゃ見たかったんやけど。そう。見たいってもんだね、でも。うん。なんか、おもろくない？なんか。日本は嫌やけど。ひいひい言うのがちょっとおもろくない？一人ではちょっと嫌やけど。え、全然嫌だ。無理無理。怖すぎ。グロい。あ、高校の時に流行ったの。そうそうそう、高校の時にそう。行ったよね。ずしさん、ポップコーンキャラメルにしよう。楽しんでるやん。ね、私もキャラメル。私もキャラメル。違うよ。多分、違う。映画の前でほとんど食べちゃう。え、わかる。買ったらね、うん、あんま買わないけど、あったら食べちゃうね。いやー、行きたいね。え、もう10時やん。あ、10時になった。30分ね、とか言ってたんで。ちょっと話しすぎました。私たちの話ばっかりになっちゃったけど。すいません、ほとんどなんか笑ってばっかりやったけど。楽しんでくれましたかね。ありがとうございました。お、いいね、ハート来てる。ハート、ハート。みんな聞いてくれてたんだね。ありがとうね。おお、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。ありがとうね。じゃあ終わりましょうか。うん、またね。また皆さん、うん、もう次会うのは？あ、しあさってですかね。うん、かな。ね。まあ、また会える日まで。また会える日まで。めっちゃ先みたいになってる。うん。ありがとうございました。ね、おやすみなさーい。おやすみなさーい。